今回も40秒切りを目指して走ってきましたが、結果はいかに。
今回のベストが出たんですが、前回のように40秒を切るような勢いは全くなく、クイックシフターの効果はどこへやらといった感じですが、次回の走行では新しい仕様を試そうと思ってます。あまり期待せずに待っていてください。ご視聴ありがとうございました。